浅井良は、神奈川県横浜市と塚区出身の元プロ野球選手。現役引退後は飲食店経営者。神奈川県横浜市と塚区出身。桐院学園高校では2年の途中まで星を務め、秋季神奈川県大会準決勝で敗退して、以降は当主に転校し、川岸剛に代わって、エースとなった。3年夏には、 第79回全国高等学校野球選手権大会に出場して1回戦で女水館高校に勝利したが2回戦で西京高校に延長10回の末敗れた高校時代の同級生には川岸剛や後に阪神でチームメイトとなる平野圭一がおり平野とは3年間同じクラスだった高校卒業後は 東京六大学野球連盟の法政大学に進学して保守に再転校し、持ち前の強権で、盗塁阻止率八割超を記録したが、盗塁阻止率記録なしが目標とし、盗塁は不可能と思わせて、盗塁基礎自体をさせないことを目指していた。大学での初安打が本塁だなど思い切りのいい打撃でも、頭角を表し、四年秋のリーグ戦では、本塁打と打点の二冠王を獲得し、 大学最後の打席でも本塁打を放った。リーグ戦、通算69試合出場、197打数56、安打、打率、284.3本塁打、36打点、ベストナイン2回。2001年のプロ野球ドラフト会議で、阪神に自由獲得枠で指名され入団。大学の先輩でバッテリーを組んでいた。 安藤裕也と同期入団となり、再びチームメイトとなった。大学時代に評判だった強権は、請球難で悪送球を繰り返し一軍に定着できなかった。2005年から打撃を生かすために外野手にも挑戦。2006年は相性の良いエグサ人気が先発する試合を中心に、保守としてスタメン起用される機会も増え、矢野照弘に次ぐ第二保守となった。 2007年は、加野啓介や、新人の清水誉が開幕1軍に入り、2軍でのスタートになった。矢野の故障で交流戦中に1軍昇格し、外野手としてスタメン出場することもあったが保守を務めることはなく、2軍でも外野手や一類手としての出場が、ほとんどだった。同年オフ、本格的に野手転校することを宣言。 2008年から正式に外野手登録となったが、緊急時の第3捕手としても期待され、シーズン初出場となった4月6日の対、読売ジャイアンツ戦では、捕手として途中出場した。相手先発投手が、サウスポーの時に、時尾流抑止として赤星のりひろが、首痛や、不眠の影響でスタメン落ちした際には、中堅手として、スタメン出場した。 6月7日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、杉内俊也から同点的時打を放った。2009年は赤星の代わりに中堅守、桜井光大が負傷で離脱した際には右翼手を務め、9月16日の対巨人戦では4、安打を放ち、2塁打が出ずサイクル安打を逃した。同年は打撃面でも自己最高成績を記録した。2010年には、 金本や桜井の不調で、中盤以降は、スタメンや守備固めで出場することが多くなった。主に中堅守として出場したが、9月9日の対、中日ドラゴンズ戦では野手をすべて使い切った状態で、クレイグ・ブラゼルが退場処分を受けたため、代わりの一類手として入った。同年は、自己最多の85試合に出場した。2011年は、前年から1点。 絶不調に陥った。出場時合数は63試合であったものの、打率138打点後の成績に終わった。2012年も前年よりも幾分持ち直し、出場時合数も前年とほぼ同じであったものの、打率211に終わった。シーズン終了後、阪神に新加入する福留光介が背番号8を着用することとなったため、 その年限りで、阪神を退団して、古巣のオリックスバファローズに復帰することが決まっていた、高校時代の同級生である平野からの勧めもあり、平野がつけていた後に変更された。2013年は、出場試合数が46試合に減少し、打率220.1本類打、5打点だった。10月21日に、球団から戦力外通告を受け、 1> 第1回12球団合同トライアウトに参加するも、獲得球団は現れず12月31日現役を引退した。2014年10月31日、大阪の南にバー、アゼスを開業した。後に北新地に移転。飲食業経営の傍らで、ブリスフィールド東大阪スポーツアカデミーの打撃研保守コーチを務め、少年野球指導も行っている。 初級や速いカウントから仕掛ける思い切りの良いスイングが特徴。反面、指を選ぶことは少なく、アイセドは極端に低い傾向にある。アンダ数のうち二塁打、三塁打の割合が比較的多い中距離打者である。ありがとうございます。